今日は第3夜です。前回コンラドさんがユーリのところに呼ばれしに来て、で剣で遊ぼうって言ったところからですね。はい、続きいきます。やるよね。どこ行くんやろ。外ですね。あれ、ここなんか前に来たことあるような。え、陛下がいらっしゃるのは初めてだと思いますけど。そっか、じゃあ勘違いか。ここは中庭ほど広くも開放的でもなくて、私的なことに使う、ほらほら、もう私的なことに使おうとしてやるやんな、みんな。ふん、秘密の花園って感じ。花園ですか。俺なんかはよく個人的な剣の稽古に使えますけど。じゃあ決闘の練習なんかにもぴったりなわけだ。ははは。そう、肩を落とさずに今度花でも植えてみますから、さあ始めましょうか。うわ、練習とは言っても本気で打ち込んできてください。何事も気迫が肝心ですから。よし、やってみるか。オッケー。ああ、まだ特技はないんですよ。では攻撃しましょう。うわ、こんなと攻撃するの申し訳ないな、ごめんね。いやー、え、余計な力を抜いて相手をよく見てください。わかった。ではもう一度。お、さっきよりもいいですね。調子が出てきましたか。そんなこと考える余裕ないよ。考える必要はありません。よし、もう一丁いけ。あ、カウンターかい。そうそう、その調子です。なかなかいいですよ。恐れを捨てて冷静に状況を見る。そうすれば体が反応してくれます。オッケー、じゃあもう一度いけ。ではこのくらいにしておきますか。あ、結構早めに終わりましたね。それにしてもこの剣のグリップって意外とバットみたいだな。重さはプロ仕様の木製並みだけど。なるほどね、バットか。そうかもしれない、気がつきませんでしたよ。うん、スイングしてみるとますますバットだ。懐かしいな、この握り具合。野球どうしてやめちゃったんですか。さっきみたいに買っときて監督殴って即クビ。それはチームを辞めた理由でしょ。俺が聞きたいのはチームじゃなくて野球を辞めた理由だよ。なんでだろう、自分でもはっきりとは説明できない。この二人はね、みんなの前でいるときと二人でいるときと話し方が変わるんですよね。はい、じゃあまだ辞めてないんじゃないの。え、引退してないんじゃないかってこと。どうです、握り心地の次は投げ心地も試してみましょう。しもれたやないか。うわ、何その手に持ってるもの、ボールボールか、すげえ、日本の高級にそっくりじゃんか。投げますよ陛下、受け取って。ちょっとなんだそのフォーム、誰に教わったらそんな曲芸的な投げ方ができるんだよ。誰にも教えてもらってません。どうやってる。勝手に野球の試合を見て自分でこんな感じかなって覚えたんだ。俺流ってやつか。いただけないな。基本くらいは師匠に学ぶべきだよ。あいにく師匠がいないもので、じゃあせめて少年野球とかさ、近所のお兄ちゃんとキャッチボールとかさ。この世界には野球そのものがないんです。はだって村の少年たちも野球やってたけど、あれは俺が教えたから。え、嘘、この世界に野球がないならコンラッドはいつどこで野球の試合を見たって言うんだ。17年前、アメリカ合衆国マサチューセッツ州のボストンで。嘘だ、その場所って。ええ、俺は真っ白になった陛下の魂をお守りしながらあなたの生まれた場所に行ったんです。そこでベースボールの楽しさを知り、未来の魔王が無事に生まれるのを見届けてから帰ってきた。そんなはずないって。ユーリの母上は大変気丈な方で、今にも生まれそうだったのにタクシーの運転手を怒鳴ってました。そんなじゃあ相乗りの名付け親ってコンラッドだったのか。これ一番初めのシーンですね。まさか採用されちゃうとは思いもしなかったんで。それって軽い思いつき、こっちはその名前と15年付き合ってんだぜ。うお、なんかすげえ。あ、その説はどうも。あのな、球団マスコットのネーミング募集じゃないんだから、すごいって言いましょうか。なんです、いきなり改まっちゃって。いい感じや。だって一応15年ぶりの再会なわけだし。そうや、有利、いい調子や、その調子や。15年間俺はずっと待ってたんだ、直接陛下とお会いできる日を。陛下なんて呼ぶなよ、名付け親のくせに。ああ間違えた。ごめん。ユリ。それでいいさ。だってそうだろ、
あんたがつけた名前なんだからさ。ありがとう。だから生き別れの兄弟を見るような目で見つめんなっての。うぅ、再会の記念にこれを差し上げましょう。うぅ、家でござるぞ、家でござるぞ。民、民の皆見ておるか。家じゃ夜だ。あるさ、僕、ちょっとだけ書いて分かったんやけどさ、僕漫画の方を見ながら参考にしながら書いたからさ、漫画ではね、結構目がもう瞳じゃなくてこう線で光を描くように書かれてるんですよ。でもやっぱり、ま、あのアニメにすると動かさんといけないから、 その線で動く書くわけにはいかなくて、ちゃんとした人分かりやすい瞳になってるんですよね。何それ、石ブルーだね。空よりも濃い青だ。こんなこと言う？こんなブルーだねって言う、みんな言ったことないよ。俺の友人がくれたものです。お守りだけど魔石なので魔力のあるものにしか効果がないらしい。運でも防御でも攻撃でも何かの役に立てばいいけど。こんなとさ魔力ないんですよね。そういや、でも剣がね、明日早速お守りの必要そうなイベントがめっちゃ強いんですよ。思い出しちゃいました。でもできとるやんけ。バッチリ。俺そろそろ寝るわ。眠れたらの話だけど。ではおやすみなさい。お疲れ様でした。はい、まっすぐ家帰るだけかな。ああそうっぽいけど、一回経由してこい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 。はあ、おやすみで寝られたら睡眠薬はいらないと。明日もまたお休みが言えるといいな。無事生き抜いて。なんかこのお守り見てたら言えるような気もしてきた。さすっとこ、ご利益ご利益。それにしても綺麗なブルーだな。石って不思議な力があるとかよく言うもんな。魔族にしか聞かないって言うけど、俺って本当に魔族なのかな。それにしても綺麗なブルーだな。こういうブルーは縁起がいいって決まってんだ昔から。うん、俺が勝手に決めてるんだ。主に野球方面において。野球のない世界で決闘するなんて想像のしようがない展開だよな。野球のない世界でコンラッドはずっと俺を待っててくれた。これはこれでしかない。15年間もと言っても寿命が恐ろしく長いんだもんな。体感する時間の長さってのも俺とはちょっと違うのかもな。でも待っててくれたのは本当だし、やっぱり俺もちょっとは頑張んないとな。その調子はユリ、まずは決闘に、うん、やっぱり頑張りたくね。頑張りたく。寝たね。目が見えない人は何も見てないと思ってる？私には見える。今宵は綺麗な満月ね。そしてあなたは今少し驚いた顔をした。ふふ、見えなくても感じることはできるのよ。だから気を使わなくていいの。私に気を使わないでお願い。ん？またあの夢？この前と同じ人だったよな。で、そんなことより、いよいよ、ボルフラムと決闘か。なんか、うまい作戦はないかな。やあやあ、遅れちゃってごめんね。な、距離感だ。さぞやイライラしたと思うんだけど。お前が僕に打ち据えられて、泣きながら許しを請う姿を想像してみた。そう考えると、待ち時間も楽しいものだったな。わざと遅刻して相手をイライラさせる。宮本武蔵作戦失敗。まだ俺が負けるって決まったわけじゃないだろ。ほら。え？なんで脱いだ？あ、そうです。なんかごめん。呼んでるのになんで脱いだって思ってしまった。そうだった。陛下が上半身裸におなりよ。なんだいきなり。なぜ服を脱ぐ？ほら、お前も早く脱げよ。相撲するんだ相撲。裸がユニフォームの超重量級格闘技。さらにボルフラム様も裸に。いいわ、私その競技大好き。ふざけるな。そんな野蛮でみだらな競技で僕に挑むというのか。昔はお相撲も外でしたっていうもんね。はっけよい、残った。よいそれはっ、ちょ上がれ。あ、勝った。まあ、ウォルフラム、あっけなく転んじゃって、大丈夫？やった、俺の勝ち、勝ったぞ。いいか、ご立派な戦いぶりでございました。ユンタさん。あ、こんなバカな勝負があるか。やはり、
このままでは終わらないか。お前はこの国の王になるつもりなんだろう。だったらこの国の方法で勝負しろ。いやいやいや、そうですよ、そっちが先に好きな方法で行ったんですよ。もうそういう勝負あってまいや、これですね。陛下、気をつけて。頭に血が昇ったボルフラムには何を言っても聞こえませんよ。あら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 、それでも人ですか、魔族ですか。あおおおお、ちゃんと裸サブになってる、すごい。避けてください、正面で受けたら危険です。ユンタ、余計な助言はやめておけ。ボルフラムの剣を腕だけで受けたら骨折だ。いや、傷つけるようなことはせず防御しましょう。勝てる気がしねえ。陛下、陛下の本能的な判断は正しいですよ。頑張って。ありがとう、コンラッド君。恐怖で剣を動かせもしないか。バカめ。その通りだよ。浅いんだよ。今まで俺が握った剣といえば、小学校の修学旅行で行った日光で買った木刀くらいなもんだよ。うわ。それがいきなりの決闘。ビビりすぎて笑っちゃうぜ。安心しろ。すぐに決着はつく。恐怖も喜びも怒りもない世界にお前を連れてってやろう。まじないのつもりか。ああな、飛び切りのやつを思い出したんだ。怖くない、お前のスピードじゃ怖くないね。なんだと。あ、私もう見ていられません。今すぐ陛下を。まだだ、そう言わずに見ていてみろ。陛下はもうボルフラムの攻撃のリズムを読んでしまったぞ。ボルフラム、もし俺が監督だったらお前は絶対ファーム落ちだな。だって投げてくるタイミングが最初からずっと同じだぜ。とうりゃ。お、終わりました。おー、かっこいい。あら、ボルフラムの剣が飛ばされました。これでさすがに試合続行不可能じゃないかな。やる、ユリ。ひゃっほーこれくらいで勘弁してやってもいいぜ。剣をなくすって武道では屈辱だろう。もう諦めてくれよ。俺はもう疲れちゃったんで、今日は引き分けってことで引き分けにしましょう。うるさい。それじゃ決闘にならないんだ。どちらかの身が冷たくなるまで。俺は嫌だよ。ご感情入ってたこと。こんなことで命を粗末にするな。お袋さんだって泣くぞ。母上をいちいち持ち出すな。ボルフ、あらやだ、あの子本能的に怒っちゃったわ。本格的や、ごめんごめん、動物やと思ってた。負けたわけじゃない。何、かっこいい。右手の上に浮かせた火の玉はびっくり人間、スーパーマジシャン。いや、魔法使いっていいよね。陛下はまだ魔術について学ばれていないのです。得意の演術を持ち出すのは。ああ、これが魔術なんだ。あっち、本物じゃん。ふざけたやつめ、覚悟しろ。炎に属するすべての粒子を宗主をほぐった魔族に従え。従え。めっちゃぬるぬる動きすぎて逆に見えんかったんやけど、みんな見えた？助けて、当たったら火だるまだ、死んじゃうよ。陛下、大丈夫ですか？グヴェンダル、なぜ障壁を築いたりするのです？これでは。お前らがあれを助ける必要はない。真偽を見定めるいい機会だ。あれが本当の魔王ならボルフラムごときに倒されはさすまい。しかし陛下はまだ何の要素との迷惑も。魔力は魂の資質だ。迷惑なの知識なのがなくても、あらゆる要素を従えてこそ王だ。ウェン、障壁を解け。かっこいい。ほう、私に剣を向ける気か。どこまで本気なんだ、コンラ。
すべて本気だ。お前切ってでも陛下は助ける。今までの勝負は何だったんだ。俺を無駄に相撲を取ったわけじゃねえぞ。しかし結果的には無駄になったようだな。嘘だ、やめろ。これで終わりだ。ふう、かすった。ドッジボールは割と得意で。って、火の玉はどこ行くんだ。そっちは。うわあ、あ、この人ドリア大変。どうなっちゃったの。そんな、これがお前らの勝負なのかよ。関係ない女の子を巻き添えにする、これが。陛下、ご様子が。おお、己の敗北を受け入れ、規則を無視した暴走行為。神伸びた。果ては罪もない少女を巻き込み、なおも貪欲に勝利を欲する。それが真の決闘だというのか。何を役者口調で言っているんだ。江戸の片隅に一輪咲いた可憐な花は虫けらのように踏みにじる非道の輩。江戸って、陛下、ここは神魔国ですが。もはや野放しにはしておけぬ。血を流すことは本意ではない。やむを得ぬ。お主を斬る。なんで顔を赤くなってんの。なんでなんか触手プレイかなんかと勘違いしてるんちゃうこの子。違いますよ。成敗。なんてことでしょう。ウォルフは巨大な蛇に締め上げられているわ。うん、なんというかこうあんまりオーらしくない術形態だな。そんなことより、陛下はいつ水の様子と迷惑を結ばれたんです。それに術の発露について何一つ教えていないのに、どうして。魂は本物ということが。あ、待って、どうしてこんな急に。貴様、本当は何者だ。何者だ。世の顔を見忘れたか。罪もない娘の命を奪ったお主の身勝手さ、断じて許すわけ。さっきの子ですね。あ、気がついた。よかった、生きてたのね、ドリア。娘の命。あ、ボルフラムとやら、以後よくよく改心いたせ。おかみも情けはある。情け。陛下、大丈夫ですか。ですか。陛下、しっかり。やっと始まる。陛下。あ、何が始まるんだって。陛下が目を覚まさないことには何も始まりません。あれ、ギュンタ。よかった。お気が疲れましたか。俺、死んだんだっけ。縁起でもないことをおっしゃらないでください。本当に心配いたしました。3日も眠っていらしたのですよ。3日も眠れるとは俺の体力もなかなかだな。あ、そうだ、あの女の子は無事。ええ、幸いに命中に別状は。グベンダルがとっさに彼女を障壁で覆っていたのです。おお、やる。ああ見て実は結構いい人。オフォンゴ、何ですか。わ、いたの、金髪美少年。ずっといた。気づかないとは失礼なやつだ。あの子、セリ様から
お咎めを受けたのですよ、ウォルフラムは。へえ、あのおふくろさんが子供を叱ることなんてあんのか。そりゃもう、あの方の怒りを食うくらいなら、私は。口をつくめ、ギュンタ。今から僕はユーリと話をするんだ。はい、はい。なんだよ、この後に及んで。まだタイマン張ろうっての。まだまだだな。一年龍馬かよ。あ、保守はやるかとも思ったが、あの程度でみっともなく失神するようでは、お前など魔王としてまだまだだな。腹立つな。いきなり偉そうなんですけど、母親に叱られて謝りに来たんじゃねえのかよ。なぜ僕がお前に謝る必要がある。あらら、この人踏ん取り返っちゃったよ。今後僕に挑む時にはもっと力をつけてから来い。あんなちんけな蛇の1匹や2匹では僕の演術に対抗できないからな。蛇、何言ってんだか。あ、俺最終的には負けたんだっけ。よく覚えてないけど。はいはい、わかりましたよ。じゃあ俺が負けってことで。けど魔術を使うのは反則だと思うんだよな、どう考えても。ネオさん、お前が勝手にルール変えなきゃ、ひょっとしたら。ま、負けにしときってあげるか。ふん、当然だな。あれは最後まで戦いを全うした僕の勝利に決まっている。だが恥じることはないぞ。どちらが勝者かはあらかじめ分かってたことだ。お前ごときに倒されたら十貴族としての立場がない。どうした、僕の深い懐に感動したか。ああ、口答えする元気がないだけだ。それはそうと、コンラッドは僕と話…僕と話してる時にコンラッドの話などどうでもいいってなわけないやろが。いや、あの人ならこの辺で場をうまくまとめてくれそうだから。あいつならひいきの人間どもの村に行っている。そうだろう、ギュンタ。や、やっと会話に参加できる。はい、はい。国境近くの村で紛争がありまして。この人たちいつ喋るかわからんから、僕のあれが難しい。コンラッドはグエンダルと共に鎮圧に出向いているのですよ。紛争？この時期は早場の麦が実るからな。近隣の村から略奪を受けたのさ。略奪とか紛争って、まさか死人が出たりとか、そんな大変なことじゃないよな。死傷者のない争いなど聞いたこともない。そんな。さあ陛下、体力は完全には戻っておりません。そろそろお休みください。そうだな、もう少し眠ってそのボケた頭をしゃっきりさせるといい。それでは私たちは失礼します。コンラッドがひいきにしてた人間の村って、あそこか。子供たちが野球をしてた。死傷者のない争いなどないだって。冗談じゃねえよ、大人の勝手な争いで傷つくな、いつも子供たちなんだぜ。助けに行かなきゃ。ああ、待て待て待て、俺が行ってどうにかなるのか。ウォルフラム一人相手でもひいこら逃げ回ってた俺がいきなり戦場に出るのか。できる、できなくたってやるしかない。そうそう、人生何事もポジティブシンキングだよ。よし、相談してこよう。なるほど、陛下の心意気は存分に伝わりました。本当？じゃあ早速あの村まで連れてってほしいんだけど。なりません。なんで？王者としての務めです。魔王陛下を危険な地域に行かせるわけには参りません。その危険な地域で何人もの子供たちが息を潜めているんだぞ。陛下お察しください、魔王は国民の希望なのです。立場や役割で人間の命の重さは変わらないよ。分かってる、俺が今綺麗事ばっか並べて駄々をこねる子供だってのは、俺は帝王学なんて学んでないから王様の義務とか責任とかをないがしろにしてるかもしれない。でもさ、困ってる人を助けるってのは強い立場のものであればあるほどすべきことなんじゃないのかな。なあギュンタ、私は何も聞きませんでした。陛下、王というのは人を滑る存在です。人を滑るということは人を見極めねばなりません。どういうこと？つまりこういう場合、陛下が訪ねるのは私の部屋ではないということです。適任者のお部屋にお行きください。少々直上方ではありますが、責任に縛られず陛下を補佐してくれます。直上方って金髪美少年？私は何も聞きませんでした。
ありがとう、ギュンター。ギュンターさん。あーで、金髪の部屋行こうか。なるほど、話は分かった。そんなにコンラートの顔が見たいか。バレてるバレてる。俺は子供たちが心配なんだよ。顔が見たいっつうか心配ではあるよ。もちろん、なぜそう来る。お前本当に人の話聞いてる。僕はコンラートの顔など、ま、うるせえ、全く見たくもないし心配。村へ行く必要などない。え、そりゃないよ。俺一人じゃ道もわかんないし。だったら僕と話してるときにコンラートの名前など出すな。関係、いや関係あるんだ、あるんだけど。出したのはそっちじゃん。なんだって。いや、なんでもない。俺一人で行くわ。待て、そんな格好で行くつもりか。きちんと服を着ろ、髪も整えろ。寝癖がすごいぞ。鏡を見たか。うるせえな、お前は袋か。あ、そんなにひどい。いいんだよ、非常事態なんだから。お前は王なんだろう。人の上に立つ者が身なりに構わなくなったら終わりだぞ。正論だ。よし、一緒に行ってやる。え、なんで。いや、本当にお前の脳なし魔王陛下ぶりが国民にバレたら困るからな。全然一人で行くけどな。歴代の魔王の中で初めてだぞ。お前ほどどうしようもないヘナチョコは。ヘナチョコ言うな。へっ、いや、中燃えてるぞ。まさか兄上がいてまだ騒ぎが収まっていないなど。どうしよう、みんな無事なのか。新魔王陛下自らご視察か。ご苦労さんだな。お前いつぞやのアメフトマッチョ。じゃなくて、アダルトなんて。アダルベルト。おや、記憶力がいいな。あの時はただのバカかと思ったもんだ。バカそうに見えて悪かったね。この世界の人の名前って難しいから、語呂合わせで覚えてみた。どうかしたのか、ボルフラム。ボルフラムの部下さんたちも顔色が真っ青だぞ。これだから三男坊は世間知らずで甘いって言うんだよ。魔力の強い者ばかりを集めて王を守ったりするから、魔封じの法術に簡単に引っかかる。こういう時は最後の一人に術を無効化する兵を選ばねえとな、三男坊。三男坊、三男坊って気安いな。あんた、ひょっとして魔族か。昔はな。だったらどうして毎度毎度邪魔しに出てくんの。嫌いだからさ、魔族が。死ぬほどな。こいつらのやり方は薄いだね。例えば今も異世界の善良な人間が連れてこられ、魔王なんて凶悪な存在に仕立て上げられそうに。こうやって俺のこと。ご名答。お前が犠牲になって王の座に祭り上げられる必要はない。俺が救ってやるよ。俺を救って。だってお前は魔封じも効かない善良な人間なんだ。ああ、俺は人間だよ。魔族じゃないし魔王で。ユーリ、そんな裏切り者の言うことを信じるな。モルフラム、悔しいだろう三男坊。お前の大嫌いな人間どもが魔族の土地を炎に沈めてるぜ。人間の使う術で絡め取られ、身動き一つままならない。お前の目の前でな。人間だって、ちょっと待ってよ。人間同士で戦ってんのか。子供や女や老人しかいない村を同じ人間の兵士が襲ってる。どうせ貴様の差し金だろう。俺は助言しただけさ。奴らの村は飢饉でね、食い物がまるでない。このままじゃ飢え死にを待つだけだ。だから教えてやったのさ。魔族の土地に住む者から奪えばいいと。だってそんな人間だろ、どっちも同じ人間なんだろ。違うな、同じ人間じゃない。
この村の奴ら魔族側についた。もう同じ仲間とは思われない。わかんねえよ。わからなくてもいい。とにかく俺はお前を助けに来たんだ。さあ、避難。行かないよ。なんだと？俺はお前のためを思って魔族の元から連れ出してやろうと。悪いけど俺は最後まで付き合うって決めたんだ。この悪い夢みたいなアトラクションにね。だけど付き合う相手はあんたじゃない。あんたは俺のチームにはいらないんだよ。そうか、残念だ。残念だが仕方ない。お前にはここで消えてもらおう。何いきなり剣構えてんの。俺を魔族の皆さんから助けてくれようとしたんだろう。だったらそんな急に心変わりしなくても。うわあ、お前は魔族に肩入れすると決めたんだろ。ならば敵だ。魔族に力のある魔王がいちゃ困る。ちょっと待った。あんたさっき俺は魔王じゃないって言ったじゃん。あれはお前を懐柔できないもんかとそう言ってみたまで。お前は本物の魔王だよ。残念ながらな。そんな。アバよ、新魔王陛下。ああ、間に合ってよかった。ええ、ブルブル。しゃべれ。ムラキョウ、援軍を呼んだのか。この後。もちろん。風に無勢じゃ部が悪い。決戦はまたの機会だな。逃げるのか、臆病者。やつを追って行き先を突き止めろ。ただし必要以上には近づくな。こちらの命が危ない。コンラッド、助かってありがとうな。生きててよかった、ユーリ。今度ばかりはもうダメかと。骨皮族の独特な意思伝達能力に感謝しなくちゃなりませんね。彼らは離れていても意思の疎通ができるんです。陛下の窮地を見ていた者がこちらの隊にいる同じ骨皮族の仲間に伝えたんです。おかげで俺も知ることができた。するする感謝するよ。だって俺、危うくアメフトマッチョと決闘するところだったんだぜ。陛下、ボルフラムの時とは話が違うんですよ。あいつとボルフじゃ格が悪かったな。格が違うと言いたいのだろう。お、ボルフラム、もう大丈夫なのか。ふん、お前に心配される筋合いはない。だったら心配しないけどさ。そいつは火星か、それとも見物に来ただけか、それともあの時のように見事な水の魔術でこの村の猛火を沈めてくださるのか。ウェンダル、あの時の魔術ってなんだよ。アニメ、どうやらこいつは覚えていないようなのです。あれは無意識化だからこそできた幸運と呼ぶしかない奇跡。つまり現在のユーリは剣も魔法も使いこなせないただの素人ということで。何、季節気を俺が起こしたって。一体どんなすごい奇跡なんだ。静かにしろ。どうせ役に立たないのならせめて邪魔にだけはならないでくれ。腐っとくるな。もう女よ、今目の前にいる人間がお前の村を焼いた。殺すなり晒すなり好きにするがいい。女に剣を持たせろよ。そんなやり方、ひな、なんだって。おい、ちょっと待てよ。なんでそうなるんだよ。うん、いや、こっちかな。陛下、落ち着いて。これが落ち着いてられっか。人の命がかかってんだぞ。人の命ってすっげえ重いんだぞ。この後、このうるさいのをどうか聞かせろ。やだね、どうにもされないよ。第一、そんなことより先にやることがあるだろう。どうしてさっさと木を消さないんだ。この火は自然の炎ではありません。砲術者の発した火です。だからそう簡単には消せないのです。グエンダルは地術の連達者だから、土を盛り上げて遮断しようとも考えましたか。地下への影響が大きすぎて森が犠牲になりかねない。水を操れる者の到着を待つしか俺たちには。兄上、この襲撃は宣戦布告の理由になりますか。まあ理由の一端にはな。宣戦布告。ちょっと待った、お前らどうかしてんじゃないの。もう少し多角的に考えてみろ。正規軍の兵士が一人として加わってないんだ。この件を
布告の理由にしても奴らは襲撃に加担した者を処罰するだけで逃れられる。必要なのは確実性だ。おい無視すんな。では奴らがこの国の辺境を思うままにするまで指をくわえて見ていろというのですか。お前ら話を聞け。わめくな。争いってのはな、誰かが止めようと努力してそれでもダメでって始まるもんじゃないのかよ。それをなんだお前らは確実に戦争できるようになるまでわざと黙って見てるだと。わめくな。話し合いをしろ。戦争を避ける解決策を見つける努力をしろってんだ。黙れと言ってるんだ異界人。王になる気もない者が我が国のことに口を出すな。私には神魔国を守る責任があり、国益を考える義務がある。お前の世界のご大層な倫理と生ぬるい手段など知らん。魔族には魔族のやり方があるのだ。だったら俺が変えてやるよ。その魔族のやり方っつうのを一から変えてやる。陛下、王様が戦争なんてダメだって言えば国民はそれに従うんだろ。だったら陛下、俺が魔王になってやる。ユーリ、神魔国国王になってやら。いて、え、何、え、動くな。みんな武器を捨てろ。下手なことしたらこいつの喉をかすけるぞ。こいつって、え、俺、あれ、あんた、さっきの捕虜。え、なんであんたがおばさんの剣を持ってんの。黙れ、お前も無駄な抵抗はすんなよ。いてて、わかりました。まさかこんなガキが魔王とはな。しかも魔術も剣も使えねえときた。しょうがねえじゃん。頭を使えるぞ多少はな。うう、魔王をバカにすると後が怖いぞ。しょうがねえじゃん。認めるのか、素直なもんだな。お前本当に魔王なのか。まあどっちにしろこの世に二つと生まれない総国だ。たとえ王様じゃなくっても連れて行きゃ楽に人財産稼げる。不老不死の力を得ようと金を出す連中はいくらでもいるからな。で、ですってね、聞いてますよ、その無情な話は。行くぞ。おっと、周りのものは動くね。少しでも動いたら殺す。絶対絶命ってこれか。陛下、逃げて。え、くそ、この鍵め、野球の時の子や。うわ、今だ、取り押さえろ。拘束しました。くそ。無事か。俺のことなんて、あの子は無事なのか。ユーリ、危険だから俺が。どけよ。君は確かこの村で野球してた。ブランドンです。陛下なんて呼ばなくていいんだよ。でも王様になるんでしょ。ああ、約束する。俺が王になってお前たちを守る。嬉しいな。あと野球投げるのも教えてくれる。約束するぞ。ごめんなさい。我らの最後のひとしずくまでご無事で何よりでした。そして今回もまた魔王自ら素晴らしきご活躍感謝いたします。俺活躍したっけ。また覚えておられないのですか。うん、ブランドンと約束したあたりまではくっきりはっきり思い出せるんだけど、なんともったいない。あれだけの水術を使われておきながら。水術、水が出せたのか。ええ、陛下の導いた豪雨により村の炎は一瞬で鎮火されました。王都から術師の一団が到着した時にはもう木と麦のすこぶる煙が昇っているだけだったそうです。そんな力まれてもなんせ記憶が。まあ火が消えたのは良かったよ。うー、いつもなりから謙虚な態度、けなげな。いや、どうも。誰？陛下、俺です。コナト先生。陛下って呼ぶなって言ってるだろ。はい、ユーリ、気晴らしにキャッチボールでもしますか。
やるやる、キャッチボール、あは、あはってなんや。ほほー、玉筋が前より良くなってるよ。よかった、元気になって。なんで？王になるって決めたことを後悔してるんじゃないかと思って。そうだよな、なんであんなこと言っちゃったんだろ。え、そういう風に見えた？何言ってんだよ、後悔なんてしてないって。後悔してないって言いましょうか。ちょっと自信がないっていうか、あの時言った言葉に嘘はないんだ。大丈夫、あなたなら立派な王になれますよ。これってちょっと光の確認してみ、今なんかちょっとキラキラキラってなっただけやったやん。え、そういう風に見えた？を選んでみます。そんなに悩んでるように見えた？実は本当を言うと、ちょっとっていうか、かなり不安だったんだよね。コンラッドには何でもお見通しみたいだな。ええ、有利のことなら何でもわかるんですよ。大丈夫、あなたなら立派な王になれますよ。なんか枠ついたよね、多分こっちが正解。なるほど、走り直すか。まあまあまあ、裏でやるとしても。大丈夫、あなたなら立派な王になりますよって今言ってくれたら、ごめんなさい、ごめんなさい。それに、何があっても俺が陛下をお守りしますよ。ありがとう。大丈夫だよ。すぐに立派な王様にはなれないかもしれないけど、やれることを精一杯やるよ。はあ。こっちに来てからいろいろありすぎ、なんか疲れたな。あれ、なんか布団がこんもりと。遅いぞ、ユーリ。何でお前がおるんや。僕はもう眠い、さっさと入れ。何その服は。何でお前がおるんや。なんで俺のベッドで寝てるんだ、ボルフ。怖がりのお前のためを思って一緒に寝てやろうとだな。いい、一人で眠れるから。遠慮するな、婚約者だろ。違う。だから着々と既成事実を作ろうとするのやめろって。僕がお前の婚約者であることは国中が知っているぞ。何？よし、ここは腹をくくって。やめてくれよ、俺はもう心に決めた人が、俺たち男同士なのに。俺もう心に決めた人がいるんだ。これどうなるんやろ。なんだとか。え、なんで喜んでんの？僕に内緒で他の男と付き合ってるのか。なんで喜んでんの？だからなんで男なんだよ。え、もう寝てんのかよ。嫌すぎる。ごめんなさい、ごめんなさい、好きな人おるよね、ごめんなさい。嫌すぎる。では今日は一旦ここで終わりにします。また後日ここからです。よろしくお願いします。